カルロ・マデルノはイタリア系スイス人の建築家でティジーノ州で生まれた。バロック建築の先駆者の一人として知られている。彼がファサードを設計したサンタ・スザンナ教会、サン・ピエトロ大聖堂、サンタンドレア・デラ・バーレ教会はイタリアにおけるバロック様式の発展に重要な位置を占めている。彫刻家、ステファノ・マデルノの兄弟とされることがあるが、二人が 兄弟だという確たる証拠はない。サンタスザンナ教会のファサードティチーノ州カポラー語で生まれかなり北の大理石採石場で働いていたが、1588年に4人の兄弟と共におじのドメニコフォンターナの下で働くためにローマに出てきた。大理石の切り出しを行っていた経験から彫刻家的な技能を身につけていたことが建築家となる際に役立ったとみられる。 最初の単独プロジェクトは1596年、古いサンタスザンナ教会のファサード改修で、当初から自信に満ちた円熟した設計ができていた。ジェズ教会と同様、マニエリスム様式から脱却したバロック様式の最初のファサード設計の一つとされている。円柱と壁柱の動的なリズムがあり、中央部が突出していて装飾が集中していることで、構造に、 複雑さが加わっている。厳格さを維持しつつ、遊び心も感じさせる設定である。サンピエトロ大聖堂のファサードサンタ。ミケランジェロの計画を修正して、本堂とファサードを拡張することが彼に課せられた課題だった。1612年に完成したファサードは、中央の扉の上に豊かに装飾されたバルコニーを備え、そこから教皇が広場に集まった人々に祝福を。 与えることができるようになった。大聖堂は、ミケランジェロの設計したギリシア十字形からラテン十字型に拡張されたため、サンピエトル広場から中央のドームが見えなくなり、その点がしばしば批判されてきた。しかし、この設計でマデルノが自由にできた部分はほとんどなかったと見られている。その後もマデルノが依頼された仕事の多くは既存の建築物の改修だった。 マデルノが一から設計して建設も指揮した唯一の建築物としてサンタマリアデッラ・ビットリア教会がある。しかし、この教会にはベルニーニのセーテレジアの宝越という有名な彫刻があるためマデルノの建築が無視される傾向があり、またファサードがマデルノの設計ではないという問題もある。サンタンドレアデッラ・バーレ教会のファサードマデルノの 最高傑作とされるサンタンドレアデラバーレ教会ですら全部が彼の設計というわけではない。ファサードの設計とドームの建設はマデルノが行ったが全体の設計はジャコモデラ・ポルタラが手足の会のために1540年に行ったものである。マデルノの最初の設計は1608年になされ建設は1621年から1625年に行われた。 マデルノが亡くなった時ファサードの建設は完了しておらず、カルル・フォンターナが引き継いで完成させた。ファサードはジェズ教会でジャコモデラ・ポルタが確立した様式にさらに動きと深さを与え、キアロスクーロ的効果を増大させている。マデルノは他にもいくつかローマの教会を手がけており、中でもサンジョバンニデ・フィオレンティーニ教会にはマデルノ自身の墓がある。さらに、 クイリナール宮殿、カステル・ガンドルフォにある教皇の宮殿、バルベリーニ家出身の教皇ウルバヌス八世が建設させたバルベリーニ宮殿なども手掛けた。なお、バルベリーニ宮殿は後にベルニーニやボロミーニが改修で手を加えており、マデルノの設計の面影は薄くなっている。マデルノのパラッツォ設計の特徴がよく現れている。建築物としてはマッティ宮殿がある。 マデルノはサンパウロ・フオーリレ・ムーラ大聖堂の聖ロレンツォ礼拝堂やサンタ・プデンツヤーナ教会のカエターニ礼拝堂など既存の教会内の新たな礼拝堂も設計している。マデルノはサンタ・マリア・マッチョーレ大聖堂の前にある聖母マリア記念柱の土台を設計した。これをモデルとして多くのカトリック国に聖母マリア記念柱が建設された。ありがとうございます。